ドラゴンクエスト5天空の花嫁、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さてと、着きましたね、魔物のところにね。ではでは行きましょうかね。レッツゴー、ガルル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 。さあ、キラパンサーが現れた。戦う道具、ビアンカのリボン、攻撃。なんとキラーパンサーはボロンゴだった。ふにゃー。ボロンゴは紋章の入った剣を大地層に持ってきた。この紋章には見覚えがある。なんとパパスの剣だ。はい、パパスの剣いただきました。そしてボロンゴが仲間に加わりました。そうなんですよ、あのね、ゲマが結局こいつは野生に戻るからだろうから殺さずに大丈夫だって言ってたあれですよね。あのベビーパンサーがまさかね、こんなに成長して悪さをしているとは。そう、パパスの剣残念ですけど、いきなり解雇です、リストラです。そうか、ボロンゴやだな。あ、今は待って、馬車連れてるってってことは変えられるんじゃない。やっぱりね、ヌーバのままでいきましょう。ドロヌーバね、いいんですよ。何がいいかって、おたけびっていうね、あっぶねあっぶね、おたけびがね本当に強いんですよ。はい、ただ先行取れないかあんま意味ないんだけどね。でもすくみ上がったらもうこっちのもんだから、ずっとはめてられるからね。というわけでドロヌーバ入れてます。これで素早さがね早ければ最高なんですけどね、まあそううまくもいかないよね。やばいな、なんで攻撃しないかな。怖っ、すくみ上がった、もう勝ったな。まあ2ターン目以降からほぼノーダメージで倒せるから、それは利点っちゃ利点ですよね。おお、ピエールが喋ってる。魔物のも普通にあれですね、人語操るんですね、面白い。エンカウント率全然前に進まない。バギマは効くかな、全然効かねえか。ヒエー、攻撃。イオバギマで、難しいね。いちいちコマンド選択するの時間かかるからね。はい、今回もですね、コメント返信やります。パート第5章のですね、コメント返信やっていきますので、よろしくお願いします。前回8分かかったんですよね。もうちょっと短くしたい。5分くらいでね、とどめたいんですよね。62くらなかった今、気のせい？すごいくらなかったか。一応もう一回。大丈夫か。なんかやたらダメージ食らったよな。ちょっと8分だとね、長すぎるんですよね。うまくまとめてやんなきゃダメですね。難しいけど。まあ、そのうち慣れてくるかな。まあ、一つの動画を20分で収めたいんですよね。で、本編進めるのが15分。で、残り5分で、まあ、コメント返信して、コメント返信はまあ、見なくても全然大丈夫なんでね。飛ばしてもらって OK なんで、後ろの方にくっつけてっていう形取りたいんですよ。でも、形くっつけて、なんか20分超えるのもね、嫌なんですよね。20分でなんとか収めたい。なんとか収めたいんですよね。ドロヌーヴァも強くなってきたな。またレベル低いんですけどね。
さ、帰ってきたが、待って夜だからな、もしかしたら話進められないかもしれないですね。とりあえず村長のとこ行ってみましょう。やっぱダメか。じゃあちょっと眠って朝になるのを待ちましょう。最寄りのね、サザミポートセルミか。ポートセルミだと50ゴールドなんですけど、ここだと21か。若干上がってんのやっぱ。9ゴールド増えた。くそー、この9ゴールド増えたのは一体何なんだ。9ゴールドくらいって思いますけどね、9ゴールドすごい大事ですからね。まあ一回バトルすれば、戦闘すればもらえる額だけど。また化け物を消しかけられても困るだし、なんか悪者扱いになっちゃいましたね。話は聞いたと、あんたは化け物グラだったんだってな。あんたを信用したオラが、そんなこと言わないでくれよ。まあグルっていうかさ、まあグルっちゃグルなんだけどね、仲間だったから。また仲間になったし、なんかでも後味悪い終わり方ですよね。まあ仕方ないか。さあ、ボロンゴ仲間にしたことで次に行くべきはどこになるんだろうか。じゃあこの大陸の北西の方進んで行ってみましょうか。ちょっと突っ切って、森突っ切っていこう。めんどくさいけど戦っていこう。ヌーバがな、もっと早く動けるようになれば。星降る腕輪が欲しいな。当分先なんだろうけど。いいね、森のエンカウント率高いはずなんだけど抜けれましたね。じゃあ、あの左に見えた町行ってみましょうか。ドラゴンキッズ。スライムはほんと素早さ早いんだな。まあその回力とかやっぱないからね。到着かな。はい、着きました。なんて街だろうね。まあとりあえず探索していきましょうか。ルラフェンか。ここ覚えてるな。パルプンって覚えれるとこじゃなかったっけか。あ、なんか女王様怒ってるな。そのあのオラと奥様はだから部屋もうこもうこたっけー、絶対止まんねえっつの。どうした、何がしたい。お、詩人かな。銀融詩人っぽい人がいますね。古代の呪文復活。そう、これがパルプンテですね。よく覚えてるよ。でもね、パルプンテは多分当分先じゃなかったかな。お、外に出れた。ほう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 、こういう感じなのか。なんかあるか、ないか。これが道具屋、決め唾があるのか。ベネットじいさん、ここか。ベネットじいさんじゃあここですね。この下ですね。上にはラインハットのお城で結婚式があった。おーおー、ヘンリーさんがついに結婚か。花嫁さんはね、なんとマリアさんなんですよね。マリアさん覚えてますかね。奴隷として一緒にあの光の教団のとこから樽の中で逃げてきたあのマリアちゃんですね。マリアさん、酒人おま、酒人おま、おまけお、すごろくあざす。またすごろくしたいですね。すごろくはよ、すごろくはよはよ。ベネットじいさんの家からいつも煙が出てて。そうなんですよね。今の時代絶対見ることはできないですよね。でっかいね、魔法、かまどかな。かまって言えばいいのか。かまだったら見れないこともないか。
釜がね、釜にね火をねつけてねグツグツやってるんですよね。ほんと想像通りのね魔法のハリーポッターの世界みたいなやつですよね。魔法学でしたっけあれ。あ、違うな、スネイプ教授が持ってるあれなんだっけ、かまどに火をつけて魔法開発してるんですよね、イブールの本。そうか、イブールか。いや、100年ほど前に生まれた人生のおまけ。なるほどね。そんな前のまずさに魔物さえも逃げ出したという。この壺の中にあったのは人生のお化けっていう酒の紙片なのかな。それがこびりついてたってことかな。あれ今度福引き券でしたね、すごろく券じゃなくて。上にも行けるんだな。ほうほうほう、あ、ここに繋がってたのか。なるほどね。じゃあちょっと反対側から回っていきますか。道に迷った。そうなんですね、ここはね確かに道迷うような構造になってますからね。結構めんどくさいんですよね、魔法おじいさんのとこに行くまでが。あ、ここら辺全然壊してねえな。井戸の中なんかあったっけ。にゃーん、なんで猫喋ってんだ。その地域の名産品と言われるものがある。はーい平然と平然と猫が喋っておった。まあ、あまり突っ込まないでおこうか。鬼滅は来た。どうもベネット、なんじゃお前さんは。いいえ、それと私の研究に見学に来た。そうです、古い呪文一つ復活させることができる、手伝います。そう、パルプンテの前にもう一つあるんですよね。この部屋に入る直前に入手したキメラの翼と全く同じ効果のある、どこですか。はいはいはい、この辺りにルラムーン草というのが生えているのらしいと。ルラムーン草を取ってくればいい、夜になるとぼんやり光ると言われておる。了解した、ルラムーン。はーい、じゃあルラムーン草を入手しに行きますか。レッツゴーレッツゴー。とりあえず壺とか壊しておこう。目開けて寝てますねベネットじいさんね。まあ本読むのはいいや。いいね、魔法の節水、何も入ってないかな。さあ、じゃあ今回はここまでにしておきますか。ではコメント返信の方に入っていきましょう。ヨーヨーリョさん、コメントありがとうございます。ユースケさん、ツイッターは DALV23 でやっております、よろしくお願いします。ミキさん、本命に預かりましてありがとうございます。ラビさん、そうですね、妖精の国の BGM は本当に可愛らしいですね、また行くことがあるのでよろしくお願いします。まさかのボロンゴ。はい、ボロンゴ。うん。そうか、ボロンゴ、そのまま名前はボロンゴにしたんですよね。うん。はい。ゆずきさんのコメントでした。ビオラスターズさん。ビオラスターズさん。おつありです。そうですね、ボロンゴのね、尻尾フリフリはほんともだえますよね。かわいいです。一文ダンさん。おつありです。コータさん。ありがとうございます、嬉しいです。ガヤさん、ウポツアリです。まあね、またビアンカとはお会いすることもあると思いますので、ワクテカ、ワクテカですね。はい、パノンさん、ウポツアリですそうですね、高評価機能、低評価機能は一旦ストップしております。まあ夏休みぐらいになるとね、どうしても低評価がわんさか押されちゃうような状況になってくるのでね、まあ一旦機能停止して、また改めてね、まあ夏休み明けたぐらいからかな、まあ試験的にまた一時的に
評価ボタン復活させたりもすると思いますけど、はい、そのうちまた復活するんで、ぜひぜひその時に押していただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。増本さん、更新オッズありです。はい、ダイオニオンさん、なんか高評価機能ないみたいですけど押してくださってみたいですね。ありがとうございます。押すことは押せるんですもんね。妖精の国に壺や樽はない、樽なかったでしたっけ。そっか、洞窟の中にあったような気もしたけどな。はい、フェンディルさんありがとうございました。 SK さんおつありです。松丸さん、ポロンゴは魔物なんで攻撃力高いかやばくなった時に主人公が回復にあっても攻撃できますね。そうですね、いいパートナーですよね。はい、ルンガスさん、ベビーパンサーの名前いつもブックルにしてました。なんでブックルなんでしょうね。ドリューさんおつありです。不思議な力があるものにしか見えないということは、妖精の国にいた神秘シスター老人にも隠せた不思議な力があるのかもしれませんね。まあ迷い込んだっていう説もありますよね。フェアリーテイルさん、そうですね、妖精の国フェアリーテイル、フェアリーで、ベビーパンサーの尻尾フェアリーテイルでしたね。はい、ドラゴンさん、コメントありがとうございます。難しいところがあると思いますが、ダーさんなら簡単にL 抜けてますよ、ダルですはい、日の山ポッツアリーです。子供の時だけ姿が見えるというのを肉演出、なんか隣のトトロっぽくていいですよね。最近やってましたけどね。はい、スライムさんコメントおつありです。主人公の青年バージョンに合わないのでは、でか、ではん、どういうことでしょう、ちょっとよくわからないな、ごめんなさい。ミスターグルスタムポツアリーです。ベラちゃん来た、これベラちゃんファンですかね。ボロングは無装備でも強いので武器より防具優先でいいと思います。なるほど、まあちょっと昔のね2週間前の動画なんで申し訳ないんですけど、読めねー、読めねーぞ。 LYLOLUTLULBILE さんEL さんか、はい、初めましてだと申します。よろしくお願いします。動画、はい、これからも頑張ってきますので、ぜひぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ひまさんコメントありがとうございます。ウップオツチャですね、ウップオツチャありがとうございます。今回はベビーパンサーの背中には乗れません。ドラクエ8はね乗れるんですけどね。はい、カニアさんコメントありがとうございます。ボロンゴか、カーニャはチロルにしてた。チロルチョコ。チロル。チロルですか？なんかキラーパンサーになった時にチロルだと、なんか可愛すぎませんかね。まあ、そこはいいか。はい、はやこさんコメントありがとうございます。あ、自分のキングダムハーツの方の動画を見てくださってるみたいですね。ありがとうございます。小川さん、ん？ゆうまさんかな？コメントありがとうございます。動画見てくださってるようで、はい、これからも実況頑張りますのでよろしくお願いします。チトークさんコメントありがとうございます。キメラを仲間にか、はい、メモしときます。ありがとうございます。ブランカさんコメントありがとうございます。カスミストさんコメントありがとうございます。そっか、この時くらいからなんですね、高評価機能をストップさせてるのは。こんな冒険したいなって言ってのを聞いてドラクエ7を思い出しました。変わらぬ冒険心、まだまだ若いですね。グー、そうですね、キラパン子供なんでベビーパンサーですね。可愛いですね。乗りたい、欲しい乗りたいか乗ってみたいか、なかなか。カスミストさんはジャジャウマ説ありますね。はい、ゼロサキハヤシキさんコメントありがとうございます。ドラクエ7ではフォズ大神官が好きで、5ではベラが好きみたいですね。なるほど。はい、雨宿り侍さんコメントありがとうございます。スパムになってますが。新たな冒険、はい。実況次回も頑張ります。ありがとうございます。トンネラさんポツアリーです。
ビアンカの出番はね、またこれから出てきますので。あ、そうだそうだ、トンヌラさんもね、ドラゴンクエスト5の実況始めたみたいなんで、お互い頑張りましょう。草木の朝顔さん、コメントありがとうございます。敵が、あー、そうなんですか。当時のね、そのお妖精の国あたりは金が入手しやすかったので稼いだ方が良かったみたいですね。はい、挽回さん、コメントありがとうございます。え、パート短かったか。まあ短いって言っても11分40、あれそんなに短くないですよね。早く次は見たいとのこと、ありがとうございます。RDD さん、コメントありがとうございます。少年時代の主人公の冒険がここから本格化。そうですね、まあこの後ね、あまり喜ばしくないことがね、この主人公たちに起きるわけなんですけどもね。やべえ、10分も経ってるよ。ソードさん、コメントありがとうございます。ベビーパンサー仲間になりました。そして今もまた仲間になりました。はい、コメントありがとうございました。全部で38ですか。3015再生ですね。7月16日の時点で3015再生でした。皆さん、コメントありがとうございました。それでは実況動画、こちらの動画の方も終わりたいと思います。お疲れ様でした。次のパートでまたお会いしましょう。